はい、毎度お気に里恵美です。今回はお正月のですね、挨拶イラストを描いてます。牛年ということで3人が牛になっているイラストを描いています。ちょっと次女の分は先に描いてしまってこのビデオに映ってないんですけども、今は続きで、長女を描いてます。目とかは、コピペできるものはコピペして、で描いた方が早いものですね。口みたいな感じのものは描いてますそのままやいやちょっとね、ちょっとアフレコってね、本当に緊張しますよね。ちょっと最近本当に日本語を忘れてきてるんで、もうね、あ、今ペンくるくるっとした、ちょっとかっこよかったね今ね。はい、三女の目も一回描いたら、レイヤーごとコピーしてそれをつなぎ合わせて作ってます。そしたらね、変になんか大きさとか気にしないで描き直しとかもしないでできるんで、重宝してますね、このコピーペースト機能は。はい、塗りつぶすときは線がつながってないといけないんで、あの塗る色で線をつなげて、その後、バケツツールみたいにバシャーと色を塗ってます。はい、その人間ごとにちょっとグループ作って、名前作って、ちょっと普段はやらないんですけど、こういう特別な日のイラストなんでやってみました。今パパを描いてますね。こっちはおかんですね。だいたいこの辺は超適当ですねもう本当このクマと猫にして本当に良かったですね、キャラデザをね。もう人に比べてすごい時間がかからなくなって、すんげー楽してます本当にちょっとあのきっかけはコノビーさんのコンプラの変更だったんですけど、はい、ありがたいですねこういう機会を得て。はい、でちょっと今レイヤーとかの整理してますね。順番とかをいろいろ変えて、顔の部分を白く塗りつぶしてもほっぺたの色とかが見えるようにしています。レイヤーっていうのは上からセル画を重ねたみたいに透明の膜が重なってる上に色をのせてるっていう感覚で使えるんですけれども、基本的に上に色を塗れば塗るほど下にあるレイヤーの線とか色とかは消えてしまうんですけれども、蒸散というレイヤーのモードを使うと上から色をどんどんと重ねることができるんですね。で下の色が黒に近いと上から色を重ねても下の線にほとんど影響を及ぼさないのですごく重宝しています。はい、今はあの手の部分をちょっと描いてますね。これもレイヤーを分けて、これはあの上からバッチリあの重なって下の線が見えないでいてほしいので、そのまま通常モードで作っています。なんか変な頭が出てきましたねはい、三女の手も作りまして、はい、主役の長女の手も描きました、ね、一応こうぎゅうぎゅう丼っていう三姉妹が、丼の中でぎゅうぎゅうになってるっていうイラストなんですけれども、あの最初下書きの部分では描いてなかったんですけれども、あの手の方もぎゅっとさせた方がこのイラストに合ってるなと思って描いてる途中で思いついて書き足してます。書いてる途中でいろいろアイデアが出て、ちょっとずつ変更していくうちに下書きとは全く違うあのイラストができるってこともよくあることですよね。
もっとギュッとさせた方がいいのかなとか、もっと可愛くさせた方がいいのかなっていろいろ動かしながら試しながらやっていくと、どん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 変わっていくっていうことがあって、それが結構自分で書いてて楽しいんですけれども、まあね、それでちょっとたまにやり直し、結構この辺とこの辺のアイデアがつながらないとかでやり直しとかになるんですけれども、そうやって変わりながら書いていくのが楽しいです。はい、じゃあこの辺から文字を入れていっています。一応ぎゅうぎゅう丼なんですけど、最初日本語で書いてたんですけど、ちょっとそれだとダサくなるかなと思って急遽ローマ字にしたんですけど、まあ、どっちにしろダサかったっていうね一応ガールズガールズっていうガールズに2っていうのがついてるグループが好きなので、こちらも牛にこう2をつけて牛牛と読ませるっていう感じの文字を作ってます。この牛の部分も牛さんのね模様をつけたりとかして、角とかつけて牛っぽさを出そうとしてますね。はい、じゃあここからレイヤーをちょっと整理しつつ、丼を色つけたりとか、はい、蓋の部分がまだ欠けてないので蓋の部分とかを作ろうとしてますね。で、一回このそのまま下書きの通りに書くのもいいんですけれども、一回他の部分を非表示にした後、下書きその蓋の部分の下書きを真ん中に持ってきといて、その上から綺麗に書いて、正しく書いてですね、適当にこう下書きのまんまだとそれを最初の下書きのポジションに持っていきました。はい、じゃあ鍋の蓋ができたので、多分次は、背景の放射線状になってるこう光ですね、五光ですね、それがお正月なのでめでたい感じにしようと思って、それがあるとめでたい感じになるかなと思ってこうね、描画ガイドっていうのを使って放射線の線を描いてます。描画ガイドってめったに使わないんで、ちょっとどうやってやるんだったっけみたいな感じですっげえ迷いながら描きました。ただ描き終わった後はちょっと楽でして、それをコピペしたものをちょっと回転させて、さらに色も変えて、はい、そうしただけですっげー五光みたいな、すっげー光放ってるやん三姉妹みたいな感じになりましたね。そうこうしてるうちに、はい、おかんとこの辺本当に楽ですねもう何も考えずにできますね、本当に。ちょっとほっぺたぐらい、ちょっと めでたい日だからちょっとほっぺた赤くしとこうかみたいな感じでやってるっていうぐらいですねたまにこのパパの色とか間違えたり、ひげがなかったりするんですけど、今回は間違いなかったですね。はい、よかったです。はい、5個も刺しておかんもパパも描けたので、次は背景というか周りの小物というか、丼のですね、ほかほかみたいな感じの湯気を描きたいなと思って、まあ、描いてますね。湯気です。はい、ポップコーンみたいとかほこりとかちょっとそういう風に見えるんですけれども、湯気ということでお願いいたします。はい、湯気もかけたので、次はそうですね、もっと細かい部分、文字というかセリフですね、それを書き込んでます。そうした後は
さらにほこりをかき加えてですね、結構こういうのも迷いつつ書いてますよね、ほんとで、さらに次何やろうとしてるんでしょうね。あ、多分文字ですね。牛ドーンの牛のドーンを、まあ、それぞれコピペして、ずらしてですね。で、ずらしたものを色を変えて立体感を出そうという作戦ですね。これは本当に楽に立体感が出せるので超おすすめのやり方です、はい、で微調整ですね。この辺も本当に書いてみないとわからない部分って結構あって、ここでもっとギュッとした感じを出すために足も三角座りさせてギュッとさせようと考えて、下書きになかったので下書きからやり直してます。はい、書き直してますね。まあ付け足しというか、書き直すというのはちょっと違うかもしれないんですけれども、はいね、こんな感じで三角座りで三姉妹が丼の中でギュギュッと詰まってるっていう、そんな感じのイラストにします。まあ後でこの丼の中に入らせてしまうので、今描いた足の部分はちょっとしか見えなかったりする、まあ、予定なんですけれども、まあでも最初から下書きから全部描いた方が後で矛盾が少なくなるので、そうするとやり直しする時とかも楽にやり直しができるので、こういう風にやってますね。だいたいたくさん書いてきたらそのレイヤーとかを整理します。一気に全部グループ化させて、グループしたものを複製して、一つは統合させて1枚のレイヤーにして、もう一つのバラバラのままのグループは下の下書きのところに入れて、後で微調整やり直しするときに楽にできるように工夫してます。いろいろレイヤーを統合して色を塗った後はより牛さんらしさを出すために、牛の模様を服につけてってますね。この辺はもう本当に超適当に逆に何も考えずに描いた方が牛っぽくなるだろうということで何も考えずにやってますね。で服と一緒に耳の部分も模様つけとけばいいっていうことに後で気がついて、後でまた耳だけを選択し直して模様つけてますね。はい、次はどんぶりの中に入らせるためにどんぶりのレイヤーをまずコピー&ペーストして、後ろ側を消したものを前に持ってくるというのをやっています。ちょっと自分で何を言ってるかわからないので動画を見て確認していただければと思うんですけど、はい、これでちょっと三姉妹が丼の中に入りました。でもうそこまで来たらね、周りちょっと暗くなってきたのもわかると思うんですけど、だいぶ時間も経ってますんで、もうここいらでフィニッシュしとこうぜって感じになってきたので文字とかの太さとか場所とか傾きとかですね、そういうのを微調整しつつ、はい、最終的にいろいろ考えて、もう少し三姉妹と丼が大きい方がいいんじゃないかとか、その辺も考えつつやってたら最初
丼に合わせてた文字がちょっと浮いてしまったみたいな、そんな感じでございます。皆様ご視聴ありがとうございました。ほなまたね。